ボスか。ヘラクレス。どうしたの？あれ、それパートの女王はさ、あれだったんだっけ？別にヴィランじゃなかったんだっけ？ハデス様だ。怒ってる。完璧なムカつき野郎だ。あいつを冥界に引きずり込んでやるから怒ってる。すごい怒ってる。クラウド。あ、そっか。ちっちゃハデスがでかいのか。あいつを始末しろ。なくした記憶を元に戻しか。本当？記憶なくしてるの？なくしてるみたい。さあ、開いたぜ扉。だんだん難しくなってるよ。いる。これを先に。あ、お前たちは永遠には全然見えない。なんことだ。すんなりなんかオーラが違うってこと。そう、おう妨害していった。うわ、行くぞ。おう、クレス一人だ。ここでやつを消す。なんだよ、なんでそんなこと言うんだよ。わ、そんなの許せない。
かしそう。めっちゃ後悔しそうです。ここで戦うんだ。つるんだよな、クラウド。お前の力を見せてみよう。いいぞ。癒しよう、俺。あー仕方、オッケー、すげえ上手くなってる。なんか操作に慣れてきて。いいな、やっと分かった。え、クラウド消えた。逃げられた。追っかけるぞ。あ、どうした。クラウドやられてる。ハデス様、なんだって水着だって。ひどい、騙したな、クラウド。え、ハデス戦うの。どうした。すごいよ。出た。ああ、ハデス。ひどい。守る。なんかやばいだ。倒してしまえ。いいよ。炎よ。決心棒。これ。オッケー。え、うまくね。なんかうまくなってる。弾み投げない。ハデスのカード、スーパーレアじゃない。 SS レアカードになっちゃったよ。倒したぜ。ヘトヘトだ。かわいそう。そうだよ。あー、かっこいい。え、クラウド使えるの。え、絶対強いじゃん。興味ないね。出た出た。この後にね、進むから本編が。ふぅ、あれ、王様は大丈夫かな。いきなりどうした。忘れ被害は思い出してみちゃった。どうだった。忘れ被害、僕とウーフィーの旅は世界を救うために闇の扉の向こうに残った王様を探す旅
だよね。その通り。で俺は王様と一緒にいるはずのリコを探すっと。うん、やっぱり大事な思い出は忘れるはずないよな。だよね、忘れたりしないよ。怖い。何忘れちゃうの、やだ怖い。ずいぶん空が気になるみたいね。来た。お前はどうなんだ、ラクシーヌ。どうかな。あんたが気にしてる理由の方が気になるわね。なんでアクセルは空のこと。あいつは一度ハートレスになった。ハートレス化した人間は知能も意志もなくして闇に支配されるわ。うん、だがあいつは違う。巡査機関っていうのはハートレスになっても自分の意志をなくさなかった。そんな奴はあいつの他にたった一人しかいない。誰。心の力か。誰。キーブレードに選ばれたあいつの心に興味があるんだ。そうだ、アクセル。心の謎を解き明かせ。それが機関の使命だろ。あ、そういうことなんだ。はあ、いや待って、やば、面白いんだけど。ねえ、何も忘れてないよね。何か忘れたかな。いやだやだ。思いつかないってことは、怖いよ。やっぱり忘れたのかもしれないね。しょんぼりしちゃった。でも忘れちゃうくらいだからそんなに大事なことじゃないんだよ。きっと。うん、本当に大事なら消えたりしないよ。本当か。ほら、それは帰りから預かったお守り。覚えてる、ちゃんと。大切なものだから必ず返すって約束したんだ。あの約束は絶対に忘れない。そうだね。だから約束の相手も忘れない。そうだね。おだよな、カイリー。びっくり。お、よかった。よかった。ん、誰誰。違う女の影。今の誰だ。どうしたの、ぼんやりして。ごめん、なんでもない。それじゃあ行こうか。レッツゴー。絵描いてた女の子だよね。うん、でもどこでもいいのかな。オリンポスじゃないよ、遅くなくない。やっぱあの水中がきつかったんじゃない。来ました。大変だよ、そのあ、ハルシー。誰かって言うの。誰かって言った。なんかちょこちょこ忘れてるよね。そりゃ結局連絡してないから大丈夫。見つかったもんだ。魔法のランプ一つ目の願い。あれ、覚えてないの、みんな。
だけど。カードが全然集まんなかった。ジニージャパンのメール。呼びになった。本当だ。なんでそんな高いの？捨てられてんの？どんどん使っちゃったよ。2個目の願い、王子になれないって。やばい、まずいって。あ、ランプ取られた。わあ、ジャバー。果たさなかったよ。くそ。なんで？なんで？なんだよ。あ、これあれじゃん。実写映画のやつじゃね。ジャスミンと。お。お。あ、ジーニー。寂しそうな顔してる。ごめん、ヨアル。そうだよね。ジーニー。そう。そうだ。そうだ。そうだ。言う通りだ。え、強かったもん、アラジン。ちゃんと強かった。さあ、ジャバー。あれ、もう戦うの？ジャバーと勝てるかな。今だ。ええ、やめろ、避けて。ああ、最強の力を身につければだってよ。見たことある。見たことは違う。ピッて出てピッて。あれ、ランプと遊びでしょ。あ、ここだ。あ、ここだ。一緒だ。前のことで覚えてる。アラジン。
はぁ、しやっと倒した。いいよ、かっこいい。これはどの世界線に行ってもかわいいね。ねえ、よかった。確かにジャスミンは誰よりも大切な人だって。いい子なんだ、本当に。そうだ、あ、やっぱり絶対強いジーニーの技は。待って、ジャスミン落とすんだよ。すげえダッシュ。やったね、クリア。またなんか忘れてんじゃないか、大丈夫か。さっき思い出したのって誰だったんだろう。あ、さっきのあの金髪の子か。カイリーじゃなくてもう一人いた。あれは、あの子は確か…そうは、うわ、はや、ふう、ひ、おや、おしゃば、待ってるよ。忘れてないね。うん。チェ、せっかく思い出しかけてたのに。それを思い出そうとすると、大切なものが忘れちゃうんじゃない。どんどん忘れてっちゃうんじゃないか。あ、この子ね。これ忘却の城なのか、この子がいるとかって。ね、白いし。あ、ソラ、リク、カイリー、そしてこの女の子。え、みんな一緒にいたの。思い出した。もう一人いたんだよ。どこどこ。違う違う、俺たちが住んでた島の話。カイリやリクの他にもう一人仲が良かった子がいてさ、よく4人で一緒に遊んだんだ。思い出したよ。ほう、そんな友達がいたのかい。初めて聞いたよ。うん、俺もずっと忘れてた。なんで。その子、俺がまだ小さかった頃突然いなくなっちゃったんだよな。どうして突然思い出しちゃった。わからない。城の中を進んでいるうちにだんだん思い出してきたんだ。ってことはだんだん何か忘れてるって、その子の名前は。ねえ、思い出せないんだ。怖い。笑っちゃうよな。友達のことは忘れないなんて言ってたのに、名前も覚えてないなんてさ。そりゃ焦らなくても大丈夫。進むうちに思い出したんだから、どんどん進んでいけばもっと思い出せるよ。本当？大丈夫？何かを犠牲にしてるんじゃない？うん、来た。あれ？お腹の中の。え、覚えてないの？ね、忘れてるよね。ピノキオ。ピノキオ、どうやら覚えてる。ん？忘れちゃったっていう。
つついたんだな。なんて子だ。同じだ。ゼペジーもいる。ゼペジー。わあ、来た。出た。着いた。なんかこじんまりとしてる。ゼペットじいさん。なんで覚えてないの？ね、ダメだよね。嘘だ。嘘だ。バレてるぞ。こら。そんなことないんだよ。君が思うことを正直に話せばきっと僕らの心に伝わる。僕らを信じて話してみてよ。クーフィーは優しい子ね。出口を探してたんだ。あ、そういうこと。今度全然怒れないじゃんね。出口を探してたって。なんだ。優しいから嘘をついちゃったんだね。それは次は勇気だ。え？言いにくいかもしれないけど、勇気は大事なもんだ。次はあるぞ。次で話してこないよ。そうだよ。俺たちも協力するしさ。本当かい？もちろん。いいよね、ジミニー。よし。あ、やっぱり、ほら。俺倒したことあるもん。色違いが出てくるでしょ？同じやつだ。ほら。わあ！俺倒したことあるもん。ピノキオ！あ、捕まったー！あれま、どうしましょう。え、なんか足場ねんだけど。あ、ピナキオ。チラ見せしてくれる。あ、燃えてる。あ、炎よ。オッケー。しゃあ、勝った。おめでとう。よかった。ピナキオ。怖いよ、助けて。勇気だって。暴れろ。あ、すごい。いいぞ。ピナキオ、やっちまえ。いいぞ。すごい世界線のピナキオ強い。え、ピナキオが倒した。最初からやってくれよ。めっちゃ大変だったんだけど。おお、嘘ついてる。
れるって。任せとけって。俺ずっとこの伸びて。こんなとこあったっけ？あったよ。あ。暴れちまえ。暴れろ。ウェイ。ダンボあひょやばい何したいってわピノキオはそんなくしゃみで腹から出たもので全部出ちゃうってやばくないあれ帰ったんじゃないフフフ確かにうんはあまあ確かにねそうだね地味に地味にって何なんギリギリですねそうなのかな。ポン。ちっちゃい時ずっと梅干しだと思ってた。あの梅酒に入ってるさ、青い梅干しだと思ってた。また何か忘れてるんだきっと。やだー。そうや。島にいた親の親は思い出せたそうだね少しずつかなその子のこと僕たちにも教えてよ話しているうちに思い出すかもしれないよ確かにおとなしい子でいつも絵を描いてた、うん、海で遊ぶよりも海の絵を描くのが好きって感じかな、はいはい、俺たちの絵も描いてくれてさ結構上手だったなどっちの絵を描いてもらうかでリクと喧嘩したこともあったっけかわいいだけどいつの間にかいなくなった俺も大人たちは事情を知ってたと思う、ひょっとしたら俺にもちゃんと説明してくれたのかもしれないだけど俺小さかったから理解できなかったんだろうなあの子がいなくなって少し泣いたのは覚えてるかわいい泣いてるわでもそれっきりさ名前も忘れちゃったんだ小さい時の記憶だしねそのうち全部思い出すようんああそれにしても奇妙だここでは記憶を失うだけだと思っていたのに、うん、もしかするといろいろなことを忘れたために心の底に埋もれた記憶が顔を出したのかななるほどね忘れることで見つけるってこと、うん、最初言ってたもんね、うん、あいつらが言ってたな本当に大切な思いほど心の奥にしまい込まれて思い出せなくなるとか、うん、手に入れる代わりに失い失う代わりに手に入れるとかなんとか言ってた最初は意味が分からなかったけどこういうことだったのか、うん、なんだか空が羨ましくなってきたよ僕たちも忘れてた大切なこと思い出してみたいなさあウフィどんどん進めて僕たちも思い出そう、うん、なんか忘れてんの怖い彼らの忘れてることは怖いんだえ、怖いんだけど
クセル。ラクシーミナミ。狙い通りね。計画続行だな。わお。あいつらには行き着くところまで行ってもらう。あんたは一回で楽しんだでしょ。声が素晴らしい。だから今度は私の番。もう聞けないの。あ、あの人が来るの。怖いか。ただでは渡さないわよ。壊すなよ。へえ、優しいこと言うじゃない。うん、怖いんだけど。楽しいおもちゃなんだから大事に遊ぶわ。怖いわ。忘れるな。あいつは鍵なんだ。俺たちが機関を支配するためのな。何？口が軽すぎるんじゃない。確かに。真の狙いは最後まで秘めておくのね。俺も知らない話なんだよな、全然。楽しい。口が軽いのはお前だよ、ラクシーヌ。ほら、かっこいい。もうな、ずりーよ、声がかっけんだもん。ねえ、ソラ、そろそろあの子の名前を思い出したんじゃない？なぜか名前だけは思い出せないんだよな。気づかざぁ、思い出して。かわいい。あ、来た。やっぱり忘れてるよね。全然びっくりできないな。あ、え、グーフィーの目やばくない？ね、かわいい。あ、びっくり。もう完全に忘れてるじゃん。忘れてる。ジャック・スケリントン。わあ、いいことか。これ倒したぞ。遊ばれてるぞ、ドナルド。来た。かわいい。ドナルドマジでかわいい。研究所に着いた。博士。博士だ。彼は天才だよ。だって真の記憶？うん。ほう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 。なるほど。書いてる書いてる。プニプニ。サリー。サリー。確かに。サリーを探しに行こう。来た来た。サリー。あ、サリー。どうしてるの？
つもこんなとこにいるの、サリー。うん。忘れなぐさじゃない。心配だって。さすが。あ、ニーマンか？うわぁ。絶対死んでるな。うわぁ、痛い。何？ひどい、痛い。あ、そうか、ブギーマン、心が欲しい。心じゃない。でも何？アウトレスがめっちゃ来るんだよ。やめろ。下品だぞ。待て。あれ待って。ラス、え、ボス戦か。やば。セリア返せ。喉が渇いてきたぞ。やめろ。やめないね。プロプロプロ。かっこいいそれ。もういきなり。おいしいの？わわわ。怖がってるよ。どうしたの？出た。出た。おっちょ。やばかった。あいつのカード全部レイクする。オッケー、倒したよ。すごい。敵を強くするとか。意地汚いブギーめ。ほとんど飲んじゃったって。ちょっぴり残ってるって。やめとくって。助け、あ、そっか、自分で確かめるって言ってたもん。うん、ほんと恐ろしいことが起こるってシーンの記憶を取り戻したら怖くなったかい？ちょっと怖くなったって。綺麗な心が元気だからって、はあ、どうでもよくなって恐怖を楽しむこともできない。あら、すごいいいこと言うよ、ジャック。よし来たぞ。お、ゴキブリ女。キムヨ姉さんだ。何しに来た？アクシーヌイだ、アマヤヤ。そういうこと。ラクシーヌよ。どう？この忘却の城、楽しんでる？楽しい。無駄な記憶がはぎ取られて、心の底に眠る真の記憶が目覚める。なかなか悪くないでしょ。真の記憶？でも一番大事なことをまだ思い出してないのよね。ソラが自分の名前を忘れてるって知ったら、あの子きっと悲しむわ。自分の名前？あの子知ってるのか、ラクシーヌ。金髪の女の子。多分そう。ここにいる。ほら、きっとここにいる。あたり。わお。私たち悪者が
あの子を城の奥に捕らえてるってわけ。なんで悪者っていうの。あんたは勇者なんだから頑張って助けてあげなきゃ。でも、いや、つい、きゃあ、ああ、私の、あ、守り、何それ、お守り、そんな形だったっけ。うん、私悪者だから邪魔しちゃうけどね。やだ、そら戦うの。これは俺が持っていたのか。あらら、ほら、ずっと持ってたものまで忘れちゃってたの。え、カイリのお守りじゃない。いいえ、違う、忘れてるはずないわ。それの記憶はあんたの心に刻みつけられてるはずよ。ほら、思い出してごらんよ。それってなに、誰があんたに渡したの。カイリとは違うやつだよ。なんかしっかりしてる。なあ、み、な、み、ほらほら、あんたの心を、記憶をさっさと解放するのよ。何？波、波ね、波ね、やっと思い出した。そうよ、波ね、波ねよ、波ね。その安っぽいお守りはあの子があんたにあげたもの。だけど、あんたは忘れてた。それどころか、ナミネの名前さえ覚えてなかったなんて。ひどいわ、ソラ。白状すぎるわ。罰として、思い出のお守り、ぶっ壊しちゃおうかな。触るな。これはナミネがくれたんだ。俺の大事な思い出だ。あ、思い出したようだ。大事な思い出？うわぁ、すごそう。うわ、ゴロッと忘れてたくせに偉そうなこと言うな。強そう。勝てんのか、私。頑張れ。敵チェックしたし。先ほどモーグリーショットで勝ったから。ガチャガチャ、グービー、はい、おう、よし、倒した。じゃあ、いいぞ、ソラ。意外とやるじゃない。さすがは勇者ね。白状者だけど。うるさい、うるさい。本当のこと言われて怒ったの。嫌だ。あんた本当お子様ね。お子様。じゃあお子様にプレゼント。やった。あんたの記憶から作ったカードよ。ありがたく受け取りなさい。じゃあね。バイバイ。待て、ラクシール。すごい怒ってる、ソロが。どこだ、どこに隠れてる、出てこい。ソロがすごい怒ってるよ。やめるんだ、ソロ。もういないよ、ソロ。悔しいんだ、あんなやつのせいで思い出すなんてさ。ナミネの名前を。アクセル。ふぅ、負けたふりも疲れちゃうわね。そうか、割とヤバかったように見えたけどな。だってよ。何言ってるのよ、あんたの目節穴じゃないの。無様なもん。あ、また新しい人。ビクセン。ビクセン、あの程度の存在に追い詰められるとは情けない。期間の辛いもしめ。何の用だ、ビクセン。あんたの持ち場は地面の下だろう。手助けに来てやったのだ。お前たちは空を高く買っているようだが、果たしてそれほどの存在かな。
なんだって。本当に価値があるのか見極めるには実験が必要だ。あんたらしいわね。要するに実験しないと気が済まないってわけでしょ。本当だよ、科学者としてのな。別に構わねえけどよ、あんた空を試すついでに自分のしもべも試す気だろ。しもべ？研究成果と言ってもらおう。おもちゃの間違いでしょ。理解できるものがほざくな。まあいい、せっかく来ていただいたんだ、あんたにも楽しんでもらおう。お、それはディズニーアイランド。先輩へのプレゼントだ。そいつを使えばもっと楽しい見せ物になる。ディズニーアイランドのカード。なんだって誰？お、リク？リク？え？そうだ、待ってよ。急いでくれ、ナミネが捕まってるんだ、早く助けなきゃ。すごい焦ってるよ。そらったらずいぶん焦ってるね。ほんとだね。そらないよ、やっと思い出した人がさばけるじゃん。そうだね、そうだね。僕たちだって王様が悪者に捕まってるって聞いたら焦っちゃうよね。